そうだ、今ならちょうど二人きり。小野寺！はい。一つだけ聞いてもいいかな。これ、このペンダント、昨日見た時よりも前にどっかで見たこととかねえかな。例えば子供の頃とか。ううん、ないよ、一度も。じゃあ私もう行くね。桐崎さん待たせちゃダメだよ一条くん。